皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。なぜかカラスが大騒ぎしておりますが、せっかくのねいい天気ですので撮影を進めてまいりたいなと思います。で今回ですねお伝えしようかなと思っているのがあのファットのスリックタイヤですね。なかなかいいっすよと。まあこれは前からね何回もやってるんですけども、改めましていいなというふうに思いましたので、ちょっとご紹介をさせていただきたいなと思います。で今ついてますのは B ラバーのスピードスターってやつですね。これ26掛けの 3.5 です。でちょっとね今仕事でね札幌市内を自転車乗りまくってますよみたいなお話はしてたと思うんですけども、それ用でですねあの冬の間はねあの4号ノースのあのデリンジャーですね、あれをつけまして、ずっと走っておったんですけども、まあ、だんだん雪がねなくなってきまして、こんな感じです。で雪が多かった割にはねやっぱり温暖化の影響だと思いますけども、あの気温がねすごい高い。で日中の最低気温があの氷点を下回らない日がもう一気にぐっと増えましたので、なるほどね、雪がキンキンに凍って滑るっていうことも少なくなっただろうということでですね、これにしてみて実際乗ってみましたよというお話になるわけです。で、デリンジャーの時はですね、あの、ホイールのフィックス用にしてましたので、フィックスのホイールでやっとったんですけども、これはですね、アスファルトの上を走る以上は、それなりに高速もあった方がええだろうということで、そういう時のためにですね、あの、フリーホイールの、ついた方も用意しておりまして、フィックスの時はですね、フロントが36のリアが18。で、今ですね、あの、フリーホイールにした時はですね、フロント36のリア15です。で、リア15にするとですね、結構スピード出るじゃんという感じ。まあ、タイヤがね、スリックになったっていうのと、雪がなくなったっていうね、そのダブルパンチで、すごくスムーズに、走るような気がしておりまして。で、実際乗ってみると、すんごいなんか気持ちよく走っていくわけですね。まあ、これがまあ3ヶ月ぐらい同じような走り方してると、もうちょっとスピード出らんのかぐらいになるかもしれませんけども、すごい楽しいという状況で走れております。で、その上でですね、こういうですね、歩道をね、みたいなとこ、もうちょっと奥にね、映ってますが、ああいうザクザクのところにね、行ったりもするわけなんですけども、その時にですね、気温が氷点下まで下がってると、やっぱ表面がツルツルになって、もう滑って危ないんですけども、そうじゃない時、気温が1度とか2度とか、それぐらいになってると、結構ね、溶けてくれてるので、このパターンですね。このパターン、完全なスリックではなくて、いわゆるフラットダート用のね、網目みたいなパターンになってますので、意外に食らいつくぜという感じで走れておるところが、なんかちょっとね、個人的にも発見でございました。現状ですね、これと、こっちですね。こっち、いわゆるフルピンスパイクですね。気温が本当に下がった時にはこっち。で、中途半端に上がってきたという時はこっちという風な使い分けができればな、という風に、思っております。すごいね、楽しく、このぐちゃぐちゃな時、普通のね、人たちはもうこんな状況で自転車乗るの嫌だぜって、まあ当たり前なんですけども、おかげさんで工夫をするとね、楽しく走れるね、というのがよくわかっております。